が終わったんですけど、お前何やってんだお前、ダメだろお前、お前なんかマイメロさんと付き合いやがってしけた、いやてか僕に MC とか向いてないですよいきなり振られて、なんかみんなガンガンやれお前騒げみたいに言われて、いや、そういう意味じゃなくて、いきなり MC やれとか言われて、ボーガルやれよって感じですよ。働けよお前、疲れましたあ、しかもなんか時間長いんですけど、お前もちょっとな、日和と別れてな、疲れてんだよな、なあ、あのリエさんもあの彼氏別れましたね。いや僕はちょっと先いい感じの一人です。あの水族館デートしました。まあ声援が聞こえます。声援が聞こえます。これマジでやべえな。あだっす、サーカスのコロナです、しけました、サーカスのコロナです、なんでだ、なんでだ、盛り上がってくださいよ。いやでもこのネタ考えたのは深澤です。なんか家って言って台本です。僕じゃないです、はい、もうひどくないですか、なんかスタジオ入ってる時もいつもこうなんですよ、なんかはぶられてるんですよ、なんか今日もスタジオ入れると、昨日お昼くらいにあの今日の11時に入れるよって言ったら、なんかもうリエさんしか返事しなくて、そしたら夜中の2時くらいに深澤から LINE 来て、なんかいやお前早すぎだろみたいな、いやいや言った言った、お前こちゃで言っただろ大嘘じゃねえか、お前大嘘じゃねえか、お前日和と別れて頭おかしくなリエさんも口インスタストーリー見れなくなるのが寂しい。お前もな、最近マイメロさんとのな写真をインスタのストーリーに上げ出した。すいませんマイメロさん、すいません、なんか正午だけじゃなくてすいません、なんか勝手にあのやるか、てか長くね、なんで誰も止めないの、もうずっとそうだよね、ずっとスタジオも僕が喋ってるんですよ、なんか何を弾くんですか僕爆死入りたいです、俺も正直言って、全部ユータのせいで入りたい、ちょっと待って、いやギター頑張って結構練習したんですI'm sorry.
ソファスになれたんや。